はい、やってまいりました。今回はね、日産のブルーバードタクシーですね。ブルーバード、これ日本製でして、今では大変貴重な車になっております。ここに日本製となりますね。もう平成も終わる頃の時代になりましたけども、ブルーバードでございます。で、これはエグエグレイアウトを採用した白い室内空間を実現した8代目ブルーバード、まあ、U12 型はですね、タクシーとしてもまあ重宝されたんですね。で、まあ、トミカではこの東京の中央タクシーをモデル化したということで、まあ、当時中央タクシーにこのようなブルーバードのタクシーが走っていました。本当に走ってるのかなと思って、私は検証してみたいと思いましたね。家族で旅行に行った際に検証したんですよ、密かに検証したらね、走ってたんですね。あ、同じものが走ってると思ってね、びっくりしたのを覚えてますね。ただ同じものがね、幼少期に走ってるのを見るとびっくりするもんですね。富士山が噴火したぐらいびっくりしましたね。こんな同じものが走ってるのかと思うとびっくりしたんですね。同じものは本当にあるのかなというね、子供心の中に疑いを持っていましたから、それがね、こう同じものが走ってるということが分かった時にね、富士山の噴火レベルぐらいの、ね、もう驚きでしたね。ただまあ、このブルーバードのタクシーのこの色合いもまたいいですし、この箱の絵もね、またこういう風に素敵な感じで、またいい色柄だったんですよね。で、まあ、スペックとかもね、こう当時箱書かれてたんで、まあ、それでこのブルーバードなんかもね、非常に気に入って、昔当時遊んでいましたね。で、この中央タクシーって書かれていて、で、こういうブルーバードのこの美しさ、良さというのがね、あってね。今、ブルーバードってなくなっちゃったもんな。今、確かシルフィーとかって名前になっちゃったけどね。まあ、シルフィーはシルフィーでいい車なんだけど、やはりその元祖がブルーバードですから。やっぱブルーバードは素敵な車でしたね。で、こういう風に内装までがこういう風に再現されててね。なかなか、まあ、通常のブルーバードと同じ内装ですけども、まあ、そういうあたりが非常に良くて。この頃はまだドアミラーがね、作られていた時代でしたね。後にこのドアミラーを飲み込んでしまって、幼稚の子供がいて、その子供がドアミラーを飲み込んでしまったという事件があって、で、まあ、それがこう、ドアミラーの部分がこの喉のところにどこだかね、こう、突っかかってしまったということがあってね。で、それ以来、そのドアミラーを作るというのはやめてしまったんですが、そこをあえてやめないで作ってほしかったなっていうのはありましたけどね。ただまあ、こういうメッキとかの部分も当時は作り分けてて、ね、前のライトのところとかはメッキで作ってるところ、別のパーツで作ってるところが非常にいいですね。それがまた良かったんですよ。ただ唯一の点は色が塗ってない部分があるというね。この前のメッキの部分のところはいいとしても、この後ろのブレーキランプのところがちょっと塗ってなかったっていうのがね、それがまあ当時としてはちょっと残念だったかなっていうのがあったんですが、まあなかなかいい感じにね、仕上がれていて、仕上がっていて、これはなかなか気に入っている一台です。黄色色合いもいいですし、この練馬と書いてあるところもなかなか素敵でね、いい色合いと形といい、非常に似合ってる車かなと思いました。というわけで、どうもありがとうございました。